皆さんこんにちは、ドクター K です。今回はデータベース基礎編といったテーマでお話していきたいと思います。皆さんはデータベースという言葉を聞いたことがありますか？このチャンネルでもたびたび出てきている言葉ですが、プログラミングとデータベースというのは切っても切れない関係にあります。フルスタックエンジニアを目指す上ではデータベースの知識もしっかり学んでおく必要があります。ということで今回はデータベースについて初心者向けに基礎の基礎をお話していきたいと思います。今回の動画を見るとデータベースとは何かを知ることができます。そして実際のウェブサービスでデータベースがどのように使われているのかといった実例を見ることができます。今回もフルスタックエンジニアを目指す上で必要な技術ノウハウをお話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずデータベースとは何かということですが、データベースとはデータを永続的に保存しておく場所のことです。ウェブサービスではユーザー情報を登録したり、ブログ記事を投稿したり、商品を購入した履歴を記録したりといったように様々な情報を永続的に記録しておく必要がありますよね。しかしプログラムだけではデータを永続的に覚えておくことができないんです。ちなみに変数という箱を使ってデータを一時的に覚えておくといったことはできるんですが、これはプログラミングの実行が終わると消えてしまいます。データベースはこういった情報を永続的に保存しておくために使います。Amazon に掲載されている商品も、Twitter に投稿されたツイートも、ブログに投稿されたブログ記事も全てデータベースの中に保存されています。ちなみにデータベースのことを略して DB と呼ぶことが多いので、これも覚えておいてください。世界に一つのデータベースが存在しているのではなく、Amazon の DB、Twitter の DB、Google の DB といったようにサービスごとにデータベースというのが存在しています。ほぼ全てのウェブサービスでデータベースを使っていると言っても過言ではありません。ではデータベースとは一体どこにあるのかということですが、データベースは物理的にはサーバーと呼ばれるコンピューターの中にあります。サーバーの中にデータベース管理システムと呼ばれるソフトをインストールして稼働させておくことでデータベースというものが使えるようになります。データベース管理システムには様々な製品が存在しており、有名なところでは MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、こういったところがあります。レンタルサーバーを借りると大抵どれかのデータベース管理システムが標準でインストールされて使えるようになっています。小規模なウェブサービスの場合は、1台のサーバーの中にデータベースとウェブサービス本体のプログラムといったものを稼働させていますが、規模の大きなウェブサービスの場合は、データベースサーバーを何台も用意して、ウェブサービスのプログラムとは分けて稼働させているという場合もあります。この土台となるデータベース管理システムの中に、開発者はいくつものデータベースというものを作ることができます。データベースはデータを実際に保存しておく場所です。通常、サービスごとに一つのデータベースを作ります。例えばネットショップを作る場合はこのようなイメージになります。まずデータの入れ物であるデータベース本体を作ります。ここでは例としてネットショップという名前のデータベースを作りました。さらにデータベースの中には種類ごとにデータを管理することができるテーブルというものを作ることができます。サービスの中で扱うデータは種類ごとにテーブルに保存していきます。例えばこのようにユーザー情報を保存するテーブル、商品情報を保存するテーブル、注文情報を保存するテーブルといったような形でサービスの中で扱うデータは種類ごとにテーブルに保存していきます。このテーブルは表のような形式になっており、横軸にはカラム、日本語でいうところの列ですね、というものを設定することができます。例えばユーザーの情報を保存するテーブルであれば、ユーザー名、パスワード、メールアドレスといったように、ユーザーの情報として持たせたいカラムを設定することができます。データベースの中身はこのように、土台としてデータベース管理システムというものがあり、その上にデータベースというものがあり、その中に複数のテーブルといったものがあり、各テーブルは表形式になっていて、カラムで細かいデータを持っているという構造になっています。ウェブサービスを作るときに、どういったテーブルをいくつ作って、その中にどういったカラムを作ればいいか、といったことをデータベース設計と呼びます。これもプログラマーの仕事の一つです。無駄のあるデータの持ち方になっていると、プログラムからデータを操作する際も非効率になってしまい、それがウェブサービスのパフォーマンスにもつながるため、設計は重要なスキルです。データベース設計についてはまた別の機会にご説明しようと思います。プログラムからは、このテーブルにデータを保存したり、逆にテーブルからデータを取り出したりといったことを行っていきます。プログラムからデータベースに対して行う操作は主にこの4つです。1つ目は検索して読み出す。2つ目は新規に登録する。3つ目は登録されているデータを編集する。そして4つ目は登録されているデータを削除する。この4つになります。データベースに対して操作を行う際は SQL という専用の命令を使います。それでは実際のウェブサービスの画面でデータベースがどのように使われているかということをお見せしたいと思います。これはとあるネットショップの商品一覧の画面です。このウェブサービスのデータベースの構造を見てみましょう。これは商品を保存しているテーブルの実際の画面です。テーブルはこのように表形式で管理されています。この一行一行が一つの商品になっているというわけですね。ここには商品名、価格、在庫、商品画像といった商品に関するデータが保存されており、プログラムはこのテーブルからこのデータを読み出して、こういった画面を表示させているというわけです。ちなみにこの複数のデータを画面に表示する際には、ループ処理といった処理を使っています。ループ処理については詳しく説明した動画を概要欄に貼っておきますので、興味があればそちらも学んでみてください。以上がデータベースの基礎的な説明になります。データベースがどのようなものか、実際のウェブサービスではどのように使われているのかといったイメージがお分かりいただけたでしょうか。より深い話はまた別の動画でご説明していきたいと思います。というわけで今回は以上になります。僕の動画ではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウといったものを配信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。